新型コロナウイルスによる肺炎で志村けんさん、享年70、が逝去してから10日余り。共演した芸能人や関係者からの故人を偲ぶエピソードが報じられているが、志村さんは生前、自身の死についてはどう語っていたのか。志村さんは昨年、日刊現代の、令和、時代もこれで大丈夫だ座談会、2019年5月1日発行、に登場。話が、10年後の自分、に及んだ際、ダチョウ倶楽部や磯山さやかを相手にこう語っていた。磯山志村さんの10年後はどうなんですか？志村を、俺は、79か、もういないと思うな。一度そんな、上島弱気にならないでくださいよ。喜劇役者としてこれだけ老若男女、多くの人から愛されて、劇場に人を呼べるのは師匠しかいないんですから。志村半分くらいいないと思うな。一度半分って、笑い。一瞬、寂しげな表情を浮かべた後、手を顔の真ん中にかざして顔を左右に覗かせながら、こっちからこっちはいない。こっちからこっちはいるの、とおどけてみせた。さらに生前、最後は舞台の上で死にたい、と話していた志村さんだが、その詳細についても語っていた。かつて月刊誌で志村さんの対談連載を担当していたライターの安田慎吾氏はこう語る。舞台の上で笑いに包まれて、志村さんにとって理想の芸人とは、と聞いたとき、舞台に出てきただけで客席からどっと笑いが起きるような存在になりたいね、と答えてくれました。もうそういう存在になっていますよね、と返すと、その流れから、死ぬ時もさ、俺が舞台の袖から出ていくと、客席がわーっとなって、みんな笑ってるの？俺は舞台の真ん中にちょこんと座るんだ。みんなゲラゲラ笑い続けてる。それで俺は全然動かない。で、だんだん客席が騒然となってきて、スタッフが、ちょっと、と声をかけると、俺は下を向いたまま、そのまんま死んでるの。そんなのがいいよな、と身振り手振りを交えながら話してくれました。今回、体調を崩す直前までテレビ局で収録をしていたようですから、ある意味、これに近い最後だったと思います。安田氏も志村さん死亡のニュースを見たときは、電車の中で足の震えが止まらなくなったという。06年に当時56歳だった志村さんが立ち上げ、毎年夏に公演されていた舞台、志村コンは、今年で15年目の節目を迎える予定だった。15年も続くのはすごいことですね、と日刊現代の記者が聞くと、全然大したことないよ。森光子さんなんて80代になっても、放浪記を続けて、全部で50年近く、2000回とか上演してたんだから。俺なんかまだまだだよ、と答えていた。まさに、生涯コメディアンを全うした人生だった。